ストトレーニングいきたいと思います。でまず今日は1種目目にケーブルの、ちょっとチェストいきたいと思います。ケーブルからの、インクラインダンベルプレス、ダンベルでインクラインこっち映して、インクラインのダンベル、そこからベンチプレス、ベンチプレス行って、でベンチプレスとダンベルのプレスはスーパーセットで、そしてラストビッグフライでチェストショット追い込んでいきたいと思います。じゃあまずはちょっと20レップから30レップぐらいでセッションやっていきます、でトレーニング最初種目始める前にちょっと軽い重量で20レップとか30レップとか、まあ、できるんだったら 4,50 レップぐらいをちょっと最初やってあげると、すごい次の種目からセットから胸でもそうですし背中でもそうだけど、その狙った部位に効きやすくなるんで、一番最初の1セット目はちょっと高レップ、ハイレップでやってみてください。ケーブルはどの種目も負荷抜けづらいんで、負荷抜けないようにずっと入れっぱなしでトレーニングする種目として僕は結構使いますね。もちろん胸も日なんで、ベンチプレスからやって高重量扱う日もありますけど、今日は3種目目にベンチいるんで、まあ、120とか100ぐらいで10レップから15レップぐらいちょっと狙って、そのダンベルでスーパーセットで連続で追い込んでいきます、っていう感じかな。でケーブル次本セットいきます。で最初しっかり乗った状態、胸に乗った状態作ってあげて、ここからしっかり収縮していく、伸ばして収縮していく、若干動きはフライっぽい動きになってるんですかね。
We are standing staring into empty space.